法の力第一部、正義への権利について。法イコール権利から正義へ。私には義務がある。つまり私はあなた方に英語で私を送り届けねばならない。この討論会のタイトル、そして私が送り届けるアドレセール、必要のある問題は、このアドレセールなる言い方は、あなた方の言語、ラングの多動詞的用法に習ったものである。数ヶ月来私にあれこれ空想させてくれた。私は基調講演、キーノートアドレスという恐るべき栄誉を託されてはいるものの、このタイトルを発案したり、それによって問題の型を暗黙のうちに決めてしまう作業には関与していない。脱構築と正義の可能性というタイトル。この接続詞とは、同一のカテゴリーのものでない語と語、概念と概念、多分事物と事物とを結合する。このような接続詞はどのような働き方をするのであれ、すなわち類比を示すのであれ、区別を示すのであれ、対比を示すのであれ、秩序、分類法、クラス分けの論理学にあえて挑戦する。起源を損ねた発言者なら次のように言うかもしれない。私にはそこにある関係がわからない。どんなレトリックもこのような言葉の使い方には馴染まないはずだと。そんな人のためにも私はぜひとも努力して、これらの事物またはカテゴリー、脱構築、可能性、正義の一つ一つにおいてお話しするようにしたい。そればかりか3カテゴレーム、カテゴリーとカテゴリーとをつなぐ言葉、となるもの、のについてもお話ししなければな、と思う。ただし私の話し方は今述べた秩序や分類法やレンジ法には決して従っていない。このような発言者は機嫌を損ねているばかりでなく、誠実さにも欠けているであろう。また、不当な態度とさえ言えるだろう。なぜなら、このタイトルの様々な意図や言わんとすることについて正当な解釈を、つまりこの場合には適切で明晰な、従ってむしろそれに嫌疑をかけた解釈を簡単に一つは提出できるであろうからだ。このタイトルはそれ自体が嫌疑の形式をとる一つの問いを示唆する。すなわち、脱構築は、正義が可能であることを保証、正義が可能であることに保証を与えてくれるのか、それにお墨付きを与え、権威を持たせてくれるのか、脱構築は正義を可能ならしめるのか、あるいは正義や正義が可能であるための様々な条件に関する筋の通った言説を可能ならしめるのか、ウィーとある人々は答えるであろうし、反対陣営の人々はノンと答えるだろう。脱構築主義者には正義について何か言うことがあるのか、正義と関わり合うことなどあるのか、なぜ彼らはそれについて実際にはほんのわずかしか語らないのか、とどのつまりそれに彼らは関心を持っているのか、なぜ彼らはそれについてわずかしか語らないのかというと、それは次の理由によるのではないか。現に一部ではそう勘ぐる向きもある。すなわち、脱構築とは本来、正義にかなう行為にお墨付きを与えたり、正義に関する正当な言説にお墨付きを与えるようなものではなく、それどころか法、権利を脅かすものにさえなり、正義が可能であるための条件を崩壊させるというのがその理由ではないか。ウィーとある人々は答えるであろうし、ノンとその敵方は答えるであろう。この最初の架空のやり取りの中にすでに見て取ることができるように、法、権利と正義の意味が容疑的であるために、互いの意味が他方に滑り込む場面がいろいろと出てくる。脱構築のによる苦しみ。つまり、脱構築を苦しませる苦しみ、ないしは、脱構築によって苦しむ人々を苦しませる苦しみとは多分、法、権利と正義と両義性の残らないように区別するための規則、規範、あるいは括弧として基準がないということである。したがって、まさしく問題となるのは、この規範、規則または基準の概念、基準となるものもそうでないものもである。判断することにお墨付きを与えるもの、判断が自分を権威づけるためによりどころにするものについて判断せねばならない。今述べたような選択、すなわち、何々かそれとも何々か、ウィーかノンかが突きつけられているのではないかという嫌疑を、このタイトルに抱くことができるであろう。この限りで、このタイトルは実質的には暴力的であり、論戦を挑むものであり、拷問するものでもあるだろう。何らかの拷問用具、何より正義にかなっているとは言い難い尋問の仕方がそこにあるのではないかと人は怯えるかもしれない。
言うまでもないことだが、この形式、何々かそれとも何々か、ウィーかノンかの下で定立される諸々の問いを突きつけられても、今後私は何の応答もなすことはできないし、少なくとも不安を断ち切るような応答をなすことはできない。誰に対しても、またこの形式をもって定型的または公式的に表現される二つの期待のいずれに対しても。そこで私はあなた方に英語で私を送り届けねばならない。そしてこのねばならないは、ここでは一つの義務を表す。私はそうせねばならない。このことはいくつかの事柄を同時に言わんとする。1. 私は英語を話さなければならない。このねばならない、この義務をどう翻訳したらよいだろうか。I must か、I should か、I ought to か、それとも I have to か。なぜならそうすることは私にとって、ある種の責務、オブリゲーション、または一つの条件となっているからだ。この責務または条件は、私の左右できない状況において、ある種の象徴的力または掟によって課される。ある種のポレモス、論争はすでに言語の習得と関わりを持っている。すなわち、もし最低限私が自分の言うことを理解させたいと思うならば、私はあなた方の言語で話す必要がある。私はそうせねばならない。私はそうすべきである。2. 私はあなた方の言語をラングで話さなければならない。なぜなら私があなた方の言語を使って述べる事柄は、それを使わないで述べる事柄よりも正当であろう。またはそう判断されるであろうし、またより正当な仕方で評価されるであろうからだ。すなわちこの場合の正当とは、党を得ることを意味する。党を得ることとは、つまり現にあるものと述べられるもの、または思考されるものとが適合すること、述べられるものと理解されるものとが適合すること、さらには思考されるものと今ここにいて公然と場を支配する、掟を作る多数派の人々によって述べられたり聞き入れられるものとが適合することである。掟を作る、メイキング・ザ・ローとは、後でもう一度話す必要のある興味深い表現である。3. 私は私の母語でない言語で話せねばならない。なぜならそうすることはそうしないことよりも正当という語の別の意味において、つまり正義の意味において、法的、倫理的、政治的と言ってよい意味において、今のところは深く考えないでそう言おう。正当であろうからだ。すなわち多数派の言語を話すことは、そうしないことよりも正義にかなっている。彼らが艦隊の印に一人の外国人に発言権を与えてくれたときには特にそうだ。我々は今ここで一つの掟に準拠しているのだったが、この掟が一つの礼儀作法なのか、礼儀正しさなのか、最も強いものの掟なのか、民主主義の公平な掟なのかを述べるのは難しい。それが頼みとしているのは正義なのか、それとも法、権利なのかを述べるのも難しい。私がこの掟と折り合いをつけてそれを受け入れるにはいくつかの条件がある。例えば私がある招待に応じるとともに、ここで話したいという希望を表明するのでなければならない。またそれをなすにあたって私は誰からもそれと分かるような強制を受けていないのでなければならない。次に契約と掟が定める様々な条件と理解する能力がある程度まで私に備わっているのでなければならない。それらを理解するとは、つまり、あなた方の言語を少なくとも必要最小限我がものにするということである。だからその時からすでに少なくともその限りで、あなた方の言語は私にとって未知のものではないのだ。あなた方と私、つまり我々は、最初はフランス語で書かれた私のテキストの翻訳をほとんど同じ仕方で理解しなければならない。ただし、どんなに優れたものであろうと、それはやはり必然的に翻訳のままである。すなわち、それはいつでも成立しうるが、いつでも不完全な、二つの固有言語の間の妥協なのである。この言語や固有言語をめぐる問いはおそらく、私があなた方に議論していただきたいと思っていることの中心をなすであろう。あなた方の言語の中にあるいくつかの慣用表現を、私は常々とても貴重なものだと思っていた。なぜならフランス語にはそれらに厳密に相当する表現がないからである。私はまだ話を始めることすらしていないけれども、その中の少なくとも2つにはどうしても前もって言及しておきたい。この2つは私が今晩お話ししてみたいと思うことと無関係ではない。A、最初の表現は法律を執行する、to enforce the law、あるいはまた法律契約の執行可能性、enforceability of the law or of contract である。to enforce the law をフランス語で例えば、appliquer la loi、ロアと翻訳するとき、この直接に、つまり文字によって力、フォースをほのめかす作用が消え失せてしまう。この作用はそのうちに含んだ働きによって我々に次のように想起させんとする。法、権利とは常に権威づけられた力であると。
フェイントキャラクターチクラッターつまり自分で自分を適用することを自分で正義に叶うようにするか、自分を適用することを自分で正義に叶うようにするか、または正義に叶うようにしてもらう力である。ただしこの正義に叶うようにする作用も別の側から見れば正義に叶わない、または正義に叶うようになし得ないと判断されるかもしれない。力なくして法権利はない。カントはこれをこの上なく厳密な仕方で想起させた。適用可能性、執行可能性、力を荒らしめる可能性、エンフォーサビリティは、発足的に法権利に付け加えられたり、付け加えられなかったりするような外的または二次的な可能性ではない。それは法権利としての正義の概念そのものの中に、あるいは法権利になる限りでの正義の概念や法権利としての掟の概念そのものの中に、本質的なものとして含まれる力である。私の譲ることのできない主張を直ちに始めたい。それは、ある種の正義や、さらには掟の次のような可能性を留保すべきであるということである。すなわち、法権利を超出したり、それと矛盾するばかりでなく、多分、法権利と関係を持たないような、さもなければそれと奇妙な関係を保つような正義や掟の可能性である。なぜ奇妙かというと、それは法権利を排除することもできれば、それを要求することもできるからである。従って、執行可能性、エンフォーサビリティという語は、文字に注意するよう我々に促す。それは文字通りに我々に次のように想起させる。すなわち自分自身のうちに、アプリよりに自分の概念の分析的構造の中に、執行される、力を荒らしめられる可能性、つまり力によって適用される可能性を含まないような法権利は存在しないと。カントは法論への序論ですでに厳密な法権利に関する構想を想起させている。なるほど、執行されない掟法律ならあるけれども、執行可能性のない掟法律というものはないし、力なき掟法律には適用可能性、つまり執行可能性、力を荒らしめる可能性もない。この力が直接的なものであろうとなかろうと、物理的なものであろうと象徴的なものであろうと、外的なものであろうと内的なものであろうと、野蛮なものであろうと巧妙な言説によるもの、さらには解釈学的なものであろうと、強制的なものであろうと、統制的なものであろうと、とうとうそれは問わない。おきて法律のこの力、このおきて法律の力、ホースデロア、これはフランス語でも英語でも使われる言葉だと思う。と正義にかなわないと常に判断される暴力とどのようにして区別しうるだろうか。一方の側に正義にかなうことのできる力、少なくとも正当とは判断しうる力、このような力は法権利に奉仕する道具であるばかりでなく、法権利の行使と実現そのもの、法権利の本質でもある。他方の側に正義にかなわないと常に判断される暴力、この両者の間にはどのような違いがあるのだろうか。正義にかなう力または非暴力的な力とは何だろうか。固有言語についての問いで忘れることのないよう、私はここで間もなく我々の関心の多くを占めることになる、一つのドイツ語単語に目を向ける。それはゲバルトという単語である。フランス語でも英語でもそれは大抵暴力、バイオレンスと訳される。私が後で話すベンヤミンのテキストは、英語ではクリティック・オブ・バイオレンスと訳されている。しかしこの2つの翻訳は、不当とまでは言えないものの、完全に暴力的とまでは言えないものの非常に積極的な解釈である。つまりそれはドイツ人にとってゲバルトが正当な権力、権威、公共的力でという意味でもあるという事実を正当に評価してはいない解釈なのである。一方権力、教会の精神的権力、国家的権威、または国家的権力。したがってゲバルトとは暴力であると同時に正当な権力、正義にかなうようにされた権威である。正当な権力の奥手、法律の力とこの権威を設定したはずの根源的と言われる暴力とどう区別しうるだろうか。この根源的と言われる暴力そのものは既存のいかなる正当性をもってしても自己を牽引づけることができず、したがってこの最初の瞬間にそれは合法的とも非合法的とも言えないし、また我々以外の人々の中には早まってそう言ってしまう者もいるかもしれないが、正義にかなっているとも正義にかなっていないとも言えない。バルテンという語とゲバルトという語は、ファイデガーのいくつかのテキストにおいて決定的な役割を果たしているが、その箇所を見ると、それらを単純に力と訳すことも、暴力と訳すこともできない。ハイデガーが次の主張を証明しようとするコンテキストにおいては、さらにそうだ。
その彼の主張によると、例えばヘラクレイトスにとってデケ、つまり正義、法、権利、訴訟、判決、刑罰または懲罰、復讐等々は、本来はエリス、構想、コンフリクト、不和 である。すなわちそれはアディキア、不正義でもある。この討論会は脱構築と正義の可能性を取り扱うものであるから、私がまず最初に想起してほしいのは次の点である。脱構築的と言われる数多くのテキストにおいて、私自身が公にしたテキストのいくつかにおいて、力、フォルスという語がしきりに持ち出され、いくつかの戦略的な場所においては決定的と言っても良いほどの仕方で持ち出されているのだが、しかしその際には常に、明示的な留意法や警戒も同時についていたのである。私がしきりに警戒するように促し、自分自身も警戒するよう気をつけたのは、この語を使うことによって犯すことになるリスクである。得体の知れない実体論的なオカルト的、神秘的概念から来るリスクであるかもしれないし、暴力的で正義にかなわない、無規則で恣意的な力に権威づけが与えられるというリスクであるかもしれない。私はこれらのテキストをいちいち上げない。それは時間の無駄であろう。だが私を信じてほしい。実体論的または非合理的主義的なリスクに対する第一の予防策は、力の示唆的性格をまさしく想起させることである。私が今呼び起こした諸々のテキストが常に問題とするのは、示唆的力、力の差異としての差異、差縁としての力または差縁の力である。差縁とは再化され延期される、再化し延期する力である。あるいはそれらが常に問題とするのは、力と形式との関係、力と意味作用、シニフィカシオンとの関係である。さらにそれらが常に問題とするのは、行為遂行的、パフォーマティブ、力、すなわち、発話の中の力、または発話を通じての力、レトリックによる説得の力、署名による確認であるのだが、しかしそれらと並んで、しかも取り立てて問題にされるのは、最大の力と最大の弱さとが奇妙にも入れ替わる、あらゆる逆説的状況である。そしてこれが歴史の全体である。それでもやはり私は力という語に常に違和感を感じていた。そしてその反面、この語はどうしても使わざるを得ないと判断することもたびたびだった。今日それについて少し詳しく述べるよう、こうして私を責め立ててくれていることに対して、私はお礼を言いたい。また、お正義をとってみても同じことが言える。脱構築主義だとせっかちにも特定されてしまったテキストの大多数は、正義というテーマをまさしくテーマとして自分の中心に据えてはいないし、倫理や政治といったテーマについてさえ同じありさまである。数多くの理由によってそのようにも思える。しかし私はそう思えると言っているのだ。当然のことにそれは外見だけのことである。例として、以下のような数多くのテキストを吟味してみればそれがわかる。レヴィナス及び暴力と刑事上学との関係について扱ったテキスト。エクリチュールとサイ。調書の中で法権利の哲学について、つまりヘーゲルの法権利の哲学やその流れを組んだ一切の法権利の哲学について扱った テキスト。詩弁するフロイトについての中で、権力の欲動と権力のパラドックスと扱ったテキスト。掟について扱ったテキスト。掟の門前。カフカの掟の門前を論じたもの。合衆国独立宣言。ネルソン・マンデラの簡単あるいは反射、反省の法。その他数多くのテキストの中にそれを収められている。二重肯定に関する言説。交換と配分との彼方にある贈与に関する言説。決断不可能なものや通訳不可能なものや計算不可能なものに関する言説。特異性や差異や異質性に関する言説もまた、初めから終わりまで、正義に関する少なくとも斜めからの言説であることは言うまでもない。その上、脱構築的スタイルを取る諸々の研究が、法権利と法正義、掟正義とをめぐる問題権にまで達するのは正常だし、予想のつくことだし、望ましいことである。それはこのような研究の最も固有の場であるとさえ言えるだろう。ただし何かそのようなものが現実に存在すると仮定すればの話だが、一つの脱構築的問いかけがこれまでもそうであったように、まず、ノモスとピシスとの対立、テシスとピシスとの対立を動揺させ、あるいは複雑化させる。これは すなわち、片や掟、協約、コンバンシオン、制度と、片や自然との対立であり、この対立とともに、どれらのものが条件づけるありとあらゆる対立、例えばこれは一例でしかないが、実定法と自然法との対立が出てくる。差縁とはこの対立的論理をずらすことである。
あるいはまた一つの雑誌構築的問いかけが、これまでもそうであっており、まず、次のような諸々の価値を動揺させ、複雑化させ、またはそれらが数々のパラドックスを含むことを明らかにする。すなわち、あらゆる登録簿に登録された固有のものや所有物の価値、主体の価値、したがって責任ある主体の価値、法権利の主体や道徳の主体の価値、法的人格または法人の価値、思考性の価値等々、そしてまたそれらから出てくる一切のものの価値。このような脱構築的問いかけは隅から隅まで法権利と正義に関する問いかけである。法権利の基礎や独特の基礎や政治の基礎に関する問いかけである。これら様々な基礎に関するこの問いかけは、基礎付け主義的でも反基礎付け主義的でもない。この問いかけは、後期とあらば、信頼も偏見もなしに問いたその哲学的権威との歴史そのものを問いただすことによって、問いかけそのものの、つまり問いかけるという思考形式の可能性や最終的な必要性を問いに出したり、問いに付したり、調出したりすることさえある。なぜなら問いかけるという形式にはある種の権威、したがって正当のある種の力があり、どこからその形式が我々の伝統においてこれほどまでに大きな力を引き出すのかを自問することができるからである。このような雑構築的問いかけまたはメタ問いかけは、もしそれが固有の場を持つと仮定すると、ただしこれは正確に言えば事実ではあり得ない。哲学家や文学家よりも法学部の方を我が家と見するであろう。あるいはまた多分、神学家や建築学科の方を我が家にするであろうし、事実その通りになることもある。従って内部のものとしてよく知っているわけではないのを承知で、この責任は私にあると思う。また深く通じているとはとても言えないことも承知で判断するならば、批判的法学研究の様々な展開は、すなわちスタンリー・フィッシュ、バーバラ・ハンスティン・スミス、ドルシラ・コーネル、サミュエル・ウェーバーらの仕事のように、文学、哲学、法、権利、そして政治的、制度的諸問題とが分離しつつ接合する地点に身を置く数々の仕事の様々な展開は、今日特定の脱構築の見地に立てば、最も実り多くかつ最も必要なものの一つである。それらは私が思うにある種の脱構築の最も徹底した様々なプログラムに応えるものである。その脱構築は自分自身を守備一貫させたいと思うならば、純粋に思辨的、理論的かつアカデミックな言説の中に閉じ込められたままであろうとしてはならず、スタンリー・フィッシュが示唆することとは逆に、諸々の結果を手に入れ、事物を変化させ、効果的かつ責任ある応答可能な仕方で、もちろん常に何かに媒介されて、同業者の中にのみならず、都市、つまりポリスと呼ばれ、一般的に世界と呼ばれるものの中に介入したいと思うのでなければならない。計算され、熟慮され、戦略的にコントロールされた介入という、確か少しばかり素朴な意味において変化させるということではなく、進行中のある変革作用を最大限に強化するという意味において、単なる兆候とも単なる原因とも言えない何らかの資格において変化させるということである。そうなるとこの場合には別のカテゴリーが必要になるだろう。過度にテクノロジー化した産業社会にあってアカデミックな空間はこれまでにも増して、モナド的または修道院的な兵器ではないし、その上この空間はかつていつでもそうであったことはない。そしてこれが特に当てはまるのは法学部である。私は取り急ぎ的なことを付け加える。ごく短い3つの点に分けて述べる。1、こうした結合関係または結合状況が、かたやより直接に哲学的なスタイルを取った脱構築、あるいは文学理論によって動機づけられた脱構築と、かたや法的文学的反省や批判的法学研究との間に形成されるのは、おそらく避けがたいことである。2、この分離しつつ接合する結合関係がこの国で、これほどまでに興味深い仕方で展開されているのは確かに偶然ではない。これはまさしく別の問題であり、急を要し、かつ心を動かさずにはいら折れない問題であるのだが、時間がないので私はそれを無視しねばならない。この点が何よりもまず、取り立てて北アメリカ的であるという事実は、数々の奥深い理由がある。単に国内的だけではない、地政学的で複雑な理由がある。3、この結合や競合による展開に注意を向けたり参加したりすることが急を要する問題だと思えるのであれば、次のこともまた肝に銘じておかなければならない。すなわち、異質的かつ不当であることは、甚だしい諸々の言説スタイル、言説の文脈を互いに同類のものとみなしてはならない。脱構築という語がいくつかのケースにおいて、こうした混同をそそのかしたり、誘発したりするのかもしれない。このご自身が付け足すのが嫌になるほどに数多くの誤解を引き起こしている。
例えばこの語によって批判的法学研究のすべてのスタイルが最初から互いに同類のものとみなされてしまうし、それらはどこへ行っても脱構築なるものの一例または延長にされてしまう。いくら私には馴染みが薄いものであろうと、次のことぐらいはわかる。すなわち批判的法学研究のこれら数々の仕事は、己に固有の歴史、文脈、慣用表現を持っている。ある種の哲学的、脱構築的問いかけに関係づけてみれば、それらは時に、手短に言うと遅れているとは言わないまでも、ムラがあり、臆病であり、概略的であり、図式的である。ところがこれとは逆にそれらは特殊化して鋭い専門的能力を持つおかげで、より文学的または哲学的のある領野における脱構築のある種の状態よりも先を進んでいると。文脈の特性やアカデミズム的制度的特性、さらには言説の特性を尊重すること、類品による推論や請求な美し、請求な美し替え、つまり混乱した同質化に不信を持つことが、現代の世界では第一の至上命令であると私には思われる。本日この出会いが数々の考察と一致とコンセンサスとの記憶ばかりでなく、様々な相違と論争との記憶を我々に残すことを私は確信するし、そうであってほしいと思う。脱構築がその名のもとでよく知られている様々な見解の中で正義の問題を送り届けていないのは外見上のことでしかない。なす必要があるのは外見について説明すること、外見を作ることである。これはアリストテレスがこの必要性に対して与えた意味において、つまり現れを救うの意味において理解しなければならない。私がここで取り組みたいのはこれである。すなわち脱構築なるものとして上呼ばれているものは正義の問題を送り届けることがないように思えるけれども、実はそれ以外にはやってこなかったその理由と仕事を示すことである。送り届けるとは言っても直接に送り届けることはできないので、斜めから送り届ける。斜めからというのは今この瞬間も同じである。私は今この瞬間に次のことを論証しようとしているからである。正義について直接に語ろうとしたり、正義やテーマを対象にしようとすれば、これは正義にかなっていると言ったり、ましてや私は正義にかなっていると言うとすれば、必ずしや正義に、法権利にではないにせよ、即座に背くことになると。B、私はまだ始めていない。私はあなた方の言語であなた方にまさしく私を送り届ける必要があると、まず最初に言っておかねばならないと、私は考えた。次のように告知した。あなた方の慣用表現のうちの少なくとも2つのものは貴重であり、かけがえのもないのものだと常々思っている。1つは法律を執行する、to enforce the law である。それは常に次のことを想起させる。正義が必然的に法権利や掟、法律であるのではないとすると、それが権利としてまたは法に基づいて正義になることができるのは、力を握ることによってのみであり、その最初の瞬間からその最初の言葉からすでに力に訴えることによってのみであると。正義の始まりにはすでにロゴス、言語活動、ランガージュ、または言語、ラングがあるであろう。これは次のような別のもう一つの冒頭句と必ずしも矛盾しない。その冒頭句曰く、初めに力ありき。従って考える必要があるのは言語活動そのものの中で、またその本質の最も秘められた部分の中でなされるこうした力の行使である。そしてそれは言語活動が自分自身で自分の絶対的な武装解除を行う運動という形でなされる力の行使である。パスカルは多分私が後でまた触れることになるある談笑において、つまりいつも見かけよりも難しい彼の有名な数々のパンセの一つにおいてこのことを述べる。それは次のように始まる。正義、力、正義にかなうものに従うのは当然なこと、正当なことであり、最も強いものに従うのは必然のことである。この談笑の始めからしてすでに異常である。少なくともそのレトリックの厳密さの点で異常である。それは言う、正義にかなう者には従わねばならない。正当なことである。すなわち結果が従わねばならない。効果が従わねばならない。それは適用されねばならない。執行され力を荒らしめられねばならない。次に、最も強い者にもまた従わねばならない。すなわち結果が効果がとうとう、言い換えれば共通の行為は、義の人と最強の者には従わなければならない。義であることを好めない人には最強のものと同じように従わねばならないということである。しかし義の人と最強のものとに共通のこの従わねばならないは一方の場合には正当なことであり、他方の場合には必然のことである。すなわち正義にかなうものに従うのは正当なことであり、言い換えれば正義の意味での正当なもの、義の人の概念または理念は、分析的にかつアプリよりに義の人には従うこと、それが執行される、力を荒らしめられることを含む。そうしてそう考えることは正当な正義にかなう、
それは党を得ることの意味も含むことである。もっとも強いものに従う、それが執行される、力を荒らしめられるのは必然のことである。パスカルは続ける、力のない正義は無力である。言い換えれば、正義が執行され、力を荒らしめられる、得る力を持たなければ、正義は正義ではないし、正義は達成されない。無力の正義は正義ではない。ただし、この後者の正義とは法権利の意味である。正義のない力は圧政的である。力のない正義は反対される。なぜなら悪い奴がいつもいるからである。正義のない力は非難される。従って、正義と力と一緒に置かねばならない。そのためには正義にかなうものが強いか、強いものが正義にかなうかにせねばならない。この結論部分、従って正義と力と一緒に置かねばならない、のねばならないが、正義によって正当であるものの支持するねばならないであるのか、それとも力によって必然的なものであるものの支持するねばならないのであるのかに、決断または結論を下すのは難しい。このためらいは二次的なものとみなしても良いものだ。それはこう言っておければ、より深いねばならないの表面を漂っている。なぜなら正義は正義の資格でなす要求に基づいて、力への訴えかけがなされるからである。したがって力の必然性は正義によって正当なもの、義の人の中に含まれている。この命題の後にしてそれを締めくくるものを我々は知っている。すなわちこれのようにして人は正義にかなうものを強くできなかったので、強いものを正義にかなうとしたのである。このパスカルの思想の分析をなすために、あるいはむしろ解釈をなすために、非暴力的とはとても言えないような積極的な解釈をなすために、この講演の中で間接的な仕方で提案する原理が、伝統やその最も明白な文脈に逆行するのは間違いないと私は思う。この支配的文脈やそれの命令によると思われる慣習的となった解釈は、まさしく、ある慣習尊重主義的な方向づけのもとで、ある種の悲観主義的、相対主義的、軽減主義的、懐疑主義の方へと向かう。まさしくこの自由に駆り立てられて、例えばアルノーは、ポール・ロワイヤル版においてこれらのパンセを削除した。その際に彼は次のように申し立てた。パスカルがそれらを書いたのは、モンテーニュを読んで影響されたからである。掟というものは、それ自身が正義にかなうというようなものではなく、掟であるという理由だけがそれを正義にかなうようにするのだと述べるモンテーニュに影響されたのだと。モンテーニュはある興味深い表現を使っており、パスカルがそれを自分の責任で取り上げ直しているのは事実である。私はそれをここでもまた再解釈して、最も慣習的となっている読解。それはまた最も慣習尊重主義的な読解でもあるのだが、の手から取り上げたい。その表現とは、権威の神秘的基礎である。パスカルが次のように書くとき、彼は名指しすることなくモンテーニュを引用している。ある人は正義の本質は立法者の権威であるといい、他の人は君主の便宜であるといい、また他の人は現在の習慣であるという。そしてこの最後のものが最も確かである。理性だけに従えばそれ自身正義にかなうというようなものは何もない。すべてのものは時とともに動揺する。習慣はそれが受け入れられているというそれだけの理由で公平のすべてを形成する。これがその権威の神秘的基礎である。それをその原理まで遡らすものはそれを消滅させてしまう。モンテーニュは事実、掟の権威の神秘的基礎について語った。この言葉自体が彼のものである。ところで掟が信奉されているのはそれが正義にかなうからではなくてそれが掟であるからだ。これが掟の権威の神秘的な基礎で、この他に基礎は全くない。掟は正義にかなうからといってこれに従う者は、それ本来の意義をわきまえて正当な仕方で従っているのではない。明らかにモンテーニュはここで掟を、すなわち法権利を正義から区別している。法権利の正義、法権利としての正義は正義ではない。掟は掟である限りでは正義にかなうものではない。人が掟に従うのは、それが正義にかなうからではなくて、権威を持つからである。信奉という語は、メディアにかかる負担をすべて背負っており、権威の神秘的性格へのさりげない言及を正当なものにする。掟の権威は人が掟を信奉するという一点にかかっている。人が掟を信奉することを、これこそが掟の唯一の基礎である。この信仰の行いは存在論的または合理的な基礎ではない。とはいえ、信奉することが何を言わんとするのかを考えてみる必要がある。権威の神秘的基礎というこの表現から何が理解できるかの解明は、もしそれが可能であるならば、そして明晰化を価値として仰ぐとすれば、少しずつ行われるだろう。事実、モンテーニュはまた次のようにも書いており、それは今度もまた単に慣習的となっただけの慣習尊重主義的な表面上の意味を超えて解釈せねばならない。すなわち、いや、我々の方権利までが、人の言うところによると、正当な犠牲というものを持っていて、その上にその正義裁判の真実性を続けるそうな。正当な犠牲とは何か、正義裁判の真実性を続けるとはいかなる意味か。
我々は待ち受ける問いのいくつかがここにある。モンテーニュが提出したのは正当な犠牲、すなわち正義、裁判の真実性を基礎づけるのに必要な犠牲というこの大放物と、自然の欠乏が呼び寄せる人為的大放物との間の類比である。それはあとかも自然の法権利の不在が、歴史的または実定法的な法権利という大放物、すなわち一つの犠牲的追加物を呼び寄せるかのようである。モンテーニュが提出した関連づけを使って言えば、ちょうど女たちが自然の歯が抜けると象牙性の歯を用いるように、また本当の色感を失うと代わりに何か別のものでそれをこね上げるように、あるいは嘘の借り物の美を持ってお化粧したりするように、学問は全く同じことをしている。いや、我々の法権利までが人の言うところによると正当な犠牲というものを持っていて、その上にその正義裁判の真実性を基礎づけるそうだ。前に挙げたパスカルのパンセは正義と力とを一緒に置き、力を正義の一種の本質的実語にするものであった。ただし彼がこの正義の語によって考えているのは、正義よりもむしろ法権利である。このパンセは多分、慣習尊重主義的または功利主義的相対主義を超えているし、仮想された権力という名を時に頂戴するものを掟だと考える古代または近代のニヒリズムをも超えているし、ラ・フォンテーヌの狼と子羊の描く皮肉化的な道徳、強者の理屈が常に最善の理屈である、力は正義なり、をも超えている。パスカルのなす批判はその原理の上では、現在とそれ自身腐敗したある理性による自然の諸々の掟の腐敗とに立ち戻らせる。すなわち自然の掟は間違いなく存在する。しかしこの見事な腐敗した理性には全てを腐敗させてしまった。また別の箇所では次のようにある。我々の正義も神の正義の前では消え失せている。これらのパンセによって我々はベンヤミン読解の準備を整えることができる。しかしもしこのパスカルのなす批判のいわば機能的な原動力だけを取り出すならば、もしこの純然たる分析だけを彼のキリスト教的悲観主義から来る前提事項から切り離すならば、これは不可能ではない。その時そこに見出し得るのは、モンテーニュの場合と同様に、近代のある種の批判哲学の諸前提であり、さらには法的イデオロギー批判の諸前提である。法的イデオロギー批判とはつまり、社会の支配的諸力の経済的政治的利害関心を覆い隠すと同時に反映する、法権利に関わる様々な上部構造を沈殿した状態から抜け出させることである。これはやろうと思えば常にできることだし、有益であることもしばしばであろう。しかしこのパスカルの思想はその原理と原動力とを通り越して、最も内在的なある構造に多分関わっている。法的イデオロギーの批判もまた決してその構造を無視してはならないであろう。正義や法権利が出現するというまさしくそのことには、つまり法権利を創出し、基礎づけ正義にかなうようにする瞬間には、行為遂行の力が含まれている。そして行為遂行の力とは常に解釈する力であり、信奉するよう訴えかけることである。ただし今述べたことはここでは次のような意味で理解してほしい。すなわち法権力は力に奉仕するものであり、支配的権力の従順で連続的な、従ってその外にある道具であるという意味ではなく、法権利は力や権力や暴力と呼ばれているものと、より内的でより複雑な関係を保つという意味において、正義、法権利、権利または法、ライトオアローの意味における、は、社会的力をあるいは社会的権力、例えば経済的、政治的、イデオロギー的権力に奉仕させられるという単純な話ではない。もしそれだけの話だとすると、この権力は正義の外に、または正義以前に現実存在するはずだし、正義がこの権力に自分を従わせるかまたは調和させるのは、そうすることが有益であるかどうかの観点からでなければならないであろう。その上、正義を基礎づけまたは創出するというまさにその瞬間は、一つの歴史の均質な織物の中に書き込まれた瞬間では決してない。なぜならそれは一つの決断によってこの織物を引き裂くからである。ところで法権利を基礎づけ、創始し、正義にかなうようにすることになる作用、つまり掟を作る、場を支配することになる作用を成り立たせるのは、実力行使、つまり行為遂行的であり、それゆえ解釈する暴力であろう。この暴力そのものは正義にかなっているともかなっていないとも言えない。いかなる正義をもってしても、すなわちいかなる法権利があらかじめあって、かつ前もって基礎づけをなしていようとも、また既存のいかなる基礎づけさえをもってしても、定義からして、その暴力に保証を与えることはできないし、かといってそれに抗弁したり妥当でないとして否定することもできないであろう。正義にかなうようにする言説はどれもみな、創出的言語活動の行為遂行性や、その支配的な解釈との関係で、
メタ言語の役割をやりこなすことはできないし、やりこなすべきでもない。この言説はここで自分の限界に突き当たる。それはこの言説それ自体の限界、この言説の行為遂行的権力そのものの中にある限界である。私はそれをここでは神秘的なものというボットにしたらどうか。そのためにはその構造を少しずらして一般化すればよいのだと思う。ここにあるのは基礎付きをなす現実的行為の暴力的構造の作る壁で囲い込まれた沈黙である。壁で囲い込まれる、壁で閉じ込められるという言い方をするのは、この沈黙が言語活動の外側にあるものではないからである。モンテーニュやパスカルが権威の神秘的基礎と呼ぶものを私は単なる注釈の域を超えて、このような意味で解釈したいと思っている。我々は常に私がここで成している、または語っているものに立ち戻って、それを元にして考える。またはそれを批判しながら考えることができるであろう。つまり私がここで成している、または語っているものは、あらゆる創出作用の起源においてなされるものとして私が語るところのものに他ならないのである。だから私は神秘的という語の用法を、私がむしろビトゲンシュタイン的とあえて呼ぶ方向へと引き込みたい。モンテーニュとパスカルのこれらのテキストは、それらが属する伝統や、私がそれらについて提出する少しばかりの積極的な解釈とともに、次のような議論や論争のうちへと招き入れることができるであろう。まずはスタンリー・フィッシュが力、ホースという論文の中でなすハートの法の概念、その他についての議論のうちへと、このその他の中には、ハートによる批判の対象になったロールズが含まれている。あるいはまた制度と解釈の中のサム・ウェーバーのいくつかのテキスト、制度内的または単一制度的であるにとどまらない、特定の数々の紛争の闘技的な性格を扱うが光を当てた、数多くの論争のうちへと。権威の起源、奥手を基礎づける作用または奥手の基礎になるもの、奥手を定理する作用の最後の拠り所になるのは、定義によって自分自身しかいないのであるから、これ自体は基礎を持たない暴力である。これはそれら自体が非合法または正当でないの意味で正義にかなっていないということを意味しない。それらはそれらが基礎づけをなす瞬間には、合法的でも非合法的でもない。それらは基礎づけされたものとされなかったものとの対立や、基礎づけ主義か反基礎づけ主義かの対立を超えている。ある法権利を基礎づける、一例を挙げれば、それも単なる一例では済まない一例を挙げれば、ある法権利の第一保証人としてのある国家を基礎づける。諸々の行為遂行の成功は、それに先立つ数々の条件や協約、例えば国内空間や国際空間におけるを前提にするとはいえ、この等の諸条件、諸規則、諸協約、そしてそれらの支配的解釈の起源と考えられるものにおいて、私でもこの同じ神秘的限界が現れるであろう。私の描いた以上のような構造において、法権利は本質的に脱構築可能である。法権利が基礎付けされているから、つまり解釈し変革することの可能な様々なテキスト層を基にして構築されているからという理由で、そしてこれが法権利の歴史というものである。すなわちそれは可能性と必然性を持って法権利を変革する作用であり、時には法権利を回収する作用でもある。さもなければ法権利の最後の基礎が定義によって基礎付けされていないという理由で、法権利は脱構築が可能であるということは不幸なことではない。政治が歴史的進歩をもたらすことのできるチャンスはそこにあると見ることさえできる。しかし議論していただきたいと思う私のパラドックスは次の通りである。法権利のまたは法権利としての正義のこの脱構築可能な構造こそが 脱構築の可能性の保証者にもなっている。正義それ自体はというと、もしそのようなものが現実に存在するならば、法権利の外または彼方にあり、そのために脱構築し得ない。脱構築そのものについても、そのようなものが現実に存在するならば、これと同じく脱構築し得ない。脱構築は正義である。法権利、当然私はそれを一貫した仕方で正義から区別しようとするが、協約と自然との対立をはみ出したある意味において構築可能であるという多分この理由で、また法権利がこの対立をはみ出すという多分この限りで、法権利は構築可能である。したがって脱構築可能である。そればかりがこの理由でまたこの限りにおいて、法権利が脱構築を可能にするのだ。あるいは少なくとも、法権利上の様々な問いや法権利に関する様々な問いに、根本のところでいつも取り組んでいる、ある種の脱構築の講習を可能にするのが、通常だった。ここから次の3つの命題が出てくる。1、法権利、例えば、の脱構築可能性は脱構築を可能にする。2、正義の脱構築不可能性もまた脱構築を可能にし、さらには脱構築と混じり合う。3、結論、脱構築が起きるのは正義の脱構築不可能性と、
法権利の雑構築可能性と分かつ両者の間隙においてである。雑構築は不可能なものの経験として可能である。すなわち正義は現実存在していないけれども、また現存している現にそこにあるわけでもない。未だに現存していない、またはこれまで一度も現存したことがないけれども、それでもやはり正義は存在するという場合において、雑構築は可能である。正義というメチツレックスを置き換えたり翻訳したり規定することのできる場合には、すべて次のように言うことができるはずである。すなわち、雑構築が不可能なものとして可能であるのは、雑構築不可能な X が存在する限りにおいて、その場合においてであり、したがって雑構築不可能なものが存在する限りにおいて、その場合においてであると。言い換えれば、私がここで手探りしながら見つけ出そうとしている仮説や数々の命題を見ると、むしろ次のものをサブタイトルにしたくなるであろう。すなわち、脱構築の可能性としての正義、脱構築の行使の可能性としての法権利または掟の構造、脱構築の行使の可能性としての法権利を基礎づける作用の構造、または脱構築の行使の可能性としての法権利の自己権威づけの構造、こう言ってもまだ分かりにくいだろうと私は思う。やがてもう少しはっきりすればよいと思うが、その確信はない。まだ始めていないと私は述べた。私は多分決して始めないだろうし、この討論会は貴重のないままに終わるだろう。にもかかわらず、私はすでに始めている。私は外交事例や持って回った言い方を繰り出すことのできる権威を自分に与えている。それはいかなる権利によってか。私はまず次のように述べた。私はあなた方の固有言語のうちの少なくとも2つに掘り込んでいる。その1つは執行可能性、エンフォーサビリティであったが、もう1つは送り届ける、トゥーアドレスという動詞の多動詞的用法である。フランス語では人は誰かに自分を送り届けるとか、手紙や発言を送り届ける。これらもまた多動詞的用法である。という。この時それらが目的地につくかどうか確信がなくてもよい。けれども問題を送り届けるとは言わない。ましてや、誰かある人を送り届けるとは言わない。今晩私は契約によって自分を拘束して、英語である問題を送り届けてもならない。すなわち、まっすぐに問題の方へ、そしてまっすぐにあなた方の方へテーマに即して回り道せずに赴かねばならないし、そのために あなた方の言語を使ってあなた方 に私を送り届けることにより赴かねばならない。法権利、宛先の歪んでいないこと、方向づけ、そしてまっすぐであることの間に直線的な連絡関係を発見しながら、自分が正しい方向づけのもとにあることを発見すべきであろう。なぜ脱構築には次のような評判、正当な理由のあるなしはともかくとしてが立つのだろうか。すなわち脱構築は事柄を斜めから、間接的なスタイルをとって、多くの引用符を使って、事柄が指定された宛先に到着するかどうかを問いただしながら取り扱うと。この評判は受けるに値するものであろうか。それをどう説明したらよいだろうか。したがって我々はすでに私が他者の言語を話し、自分の母語と関係を断つという事実の中に、私が他者に屈するという事実の中に、力と、党を得ることと、正義とが入り混じる得意な混合物を持つ。私はというと、あなた方の言語の用法に習って言えば、脱構築と正義の可能性というタイトルが秘めている無限の諸問題を英語で送り届けねばならない。これは義務である。無限のというのは問題数が無限であり、歴史が無限であり、構造が無限であるということである。しかし我々のすでに知っている通り、これらの問題が無限であるのはなぜかというと、それらが無限に多数あるからでもなければ、把握しきれない無限の記憶や文化、宗教的、哲学的、法的等々に目指しているからでもない。それらが無限であるのは、それら自体がそうだからであり、すなわちそれらがアポリアの経験そのものを断固求めるからである。そしてこのアポリアは我々がつい先ほど神秘的と呼んだものと無関係ではない。それらはアポリアの経験さえ断固求めるということで、すでに十分に錯綜した2つの事柄を意味する。1、経験、エクスペリエンスとは、その名が指すように横断である。それを横切って通過し、ある目的地に向かって旅するのだが、その時経験はこの目的地へと続く通路を発見する。経験は自分の通路を発見する。つまり経験は可能である。ところがこの意味では、アポリアに満ちた経験、すなわち通路を残さないものの経験はあり得ない。アポリア、それは道なしである。この観点から言えば正義とは、我々は経験し得ないものの経験であると言えよう。我々は間もなく一つならざるアポリアに遭遇する。ただしそれを通過することはできないけれども。2、
しかし私が思うに、このアポリアの経験がいかに不可能なものであろうとも、それなしには正義はない。正義とは不可能なものの経験である。正義への意志や欲望や欲求がアポリアの経験でない構造を持つ正義を求める場合、それが自分の現実にある姿、すなわち正義への正当な訴えかけである見込みは全くないであろう。ことが通り過ぎる、またはうまく自分を通過させるために、つまり、規定をなす判断に従って、人が一般の規則を個別のケースに、つまりピタリと包摂される事例に平穏に適用するために、それによって法権利に関する損得感情は多分ついているし、しばしばついている。しかし正義に関する損得感情が全くついていないのは確かだと考えてよい。法権利は正義ではない。法権利とは計算の作用する場であり、法権利がいくらかでもあることは正義にかなっている。けれども、正義とはそれらを計算することの不可能なものである。正義は計算不可能なものについて計算するよう要求する。そしてアポリアを含む経験とは正義の経験である。正義の経験とはつまり正義にかなうものか、それとも正義にかなわないものかの決断に、規則が何の保証も与えることのできない様々な瞬間における避けて通れない、けれどもとてもありそうにない経験である。だから私はあなた方に私を送り届け、そして数々の問題を送り届けにもならない。私は簡潔にかつ外国語でそれを行うでもならない。簡潔であるために私はできる限り直接的であれでもならないだろう。回り道をしたり、歴史的アリバイを申し立てたり、斜めに構えたりすることなく、この言説の第一の真当て人と想定されているあなた方の方へ、同時にまた前期書問題に決断を下すのに最もふさわしい場所の方へ、まっすぐに赴かなければならないだろう。宛先は方向づけとして歪んでないこととして、法権利について何事かを語ってくれる。そして正義を望むとき、正義にかなっていたいと思うときに損なってはならないものは、宛先に歪んでいないことである。フランス語を使って言えば、巧みさを欠いてはならない。しかし、とりわけ宛先を間違えてはならない。取り違えてはならない。宛先というものは常に得意なものである。宛先は常に得意なものであり、固有言語的であるが、これに対して正義はというと、それは法権利としては一つの規則、規範、または普遍的な至上命令に備わる一般性を常に前提とするように思われる。正義に基づく現実的行為は常に得意性、取り替えの効かない様々な個人、グループ、現実存在、他者または他者としての自己と唯一無二の状況の下で関係性にもならない。これを一般的形式を持たざるを得ない正義としての規則、規範、価値、至上命令とどうやって調和させることができるだろうか。この一般性がその度ごとに得意な適用の仕方を支持するにせよ、一般的であることに変わりはない。私が正当な規則を適用するだけで事足りると考え、正義の精神を持たず、その都度に規則や判例を発明することなく済ますならば、私は多分法権利の保護を受けて批判を避けることができるであろうし、客観的な法権利に従って行為してはいるだろうが、しかし私は正義にかなっているとは言えないであろう。私は義務に合わせて行為してはいるが、義務を内面化させてまたは奥手への参詣の念によって行為してはいない。好感度なら言うだろう。次のことのように言うことは果たして可能だろうか。すなわちある行為が単に合法的バルであるばかりでなく、正義にもかなっていると。ある人物が自分の権利を逸脱していないばかりでなく、正義を逸脱していないと。これこれの人は正義にかなっている。ある決断も正義にかなっていると。次のように言うことは果たして可能だろうか。すなわち、自分は正義にかなっていると、当の私が知っていると。私が明らかにしたいと思うのは、このように受け負うことは、曇りのない良心と神秘化という形を取る以外には、本質的に不可能であるということである。しかし、まだ回り道をするのをお許しいただきたい。他者の言語で他者に自分を送り届けることは、私の考えでは、およそ正義が可能であるための条件であるが、同時にそれは完全に厳密な仕方では不可能であると思われる。なぜなら私が他者の言語を話すことができるのは、言外の第三者の掟に従って私がそれを我が物にし、どうか吸収する限りにおいてのみであるからだ。そればかりかそれは法権利としての正義による拒絶に遭うことにさえなるだろう。法権利としての正義は一つの普遍性要素、固有言語の一面性または特異性を宙づりにする第三者への訴えを含むように思われるからだ。私が英語で誰かある人に私を送り届けるとき、それは常に私にとって一つの試練となる。私の名当て人であるあなた方にとってもそうだろうと私は思う。あなた方にその訳を説明し、そうやって時間を無駄にするよりもむしろ、私は最初から問題の核心に入り込む。すなわちこの原告問題における苦悶をかき立てるほどの深刻さが、正義への問いや正義の可能性への問いと結びついていることを私に分からせてくれるいくつかの指摘をまず最初に行う。まず第一にフランス語で言うところの裁判をなす正義を返してやるにあたって、ある所有の固有言語を用いることは、いくつかの根本的理由から正義にかなうと我々には思われる。
固有言語とは詰めあり、関係するすべての主体が使いこなせると、すなわち理解し解釈する能力があると想定される言語のことである。またすべての主体とは、つまり、掟定、法律を制定する人々、裁く人々と裁かれる人々、抗議の承認や協議の承認、正義裁判が行われるのを、より正確には、法権利が行われるのを担保するすべての人々である。自分の法権利を理解しておらず、そればかりが掟定、法律を書き記すときや、判決を言い渡すときなどに使われる言語さえも理解していない人を裁くことは正義にかなっていない。掟定、法律を課せられて叱るべきだと想定される人や人々の共同体が理解していない。部分的にしか理解していない場合もあれば、全面的に理解していない場合もある。固有言語を使って裁判が行われるという暴力的状況の劇的な事例をいくつも挙げることができるだろう。固有言語を操る能力の違いがこの場合にどれほどわずかなものであろうとも、微妙なものであろうとも、一つの共同体を作るすべてのパートナーがあまねく同じ固有言語を分かち合っているのでない限り、ある種の不正義による暴力がすでに始まっているのだ。厳密に言えばこの理想状況は決してありえないのだから、我々の講演のタイトルが正義の可能性という名で呼ぶものについてのある結論が、すでにそこから導き出すことが可能である。フランス語の言い回しを使って言うと、裁き、正義が行われた、と人々が言うときの、その裁きにおいて使われる固有言語を理解しない人々を裁くということ、これが今述べた不正義による暴力ということであるが、この暴力は単なる任意の一暴力、任意の一不正義ではない。この不正義が前提とするのは、言語による不正義、他のすべての不正義が前提とする不正義の犠牲者である他者が、一つの言語全般の能力を持ち、語る動物としての人間であるということである。これは我々人間が言語活動という語に与える意味において理解されている。その上、我々人間が我々肉食で犠牲を捧げる能力のある成人男子の白人ヨーロッパ人を言わんとしたある時代があった。それはそれほど昔のことではないし、まだ終わりを迎えてもいないのだ。私がこれらの話題を位置づける空間、ないしはこの言説を再構成する空間の中で、動物に対する不正義や暴力を話に上ることはないし、植物や石に対する不正義や暴力が問題されることはない。人は動物を苦しませることならできるけれども、それが侵害された主体であるとか、犯罪殺害、強姦あるいは窃盗、偽証の犠牲者であると、いわゆる固有の意味で言うことはないだろう。そしてこのことは植物や無機物と呼ばれるもの、海面動物のような中間種と呼ばれるものについては なおのこと当てはまると人は考える。人類の中には主体として承認されず、この動物としての取り扱いを受ける数多くの主体連続者、が存在したし、今もなお存在する。これこそが私が少し前に褒めを向かしておいた未完の歴史である。動物と従って単に生きているだけのものと漠然と呼ばれているものは、掟定法律や法権利の主体ではない。正義にかなうもの、義の人と正義にかなわないもの、不義の人との対立は、それにとっては何の意味もない。動物裁判を取ってみても、あるいは動物に一定の苦痛を与える人々に対する訴追をも取ってみても、それらはまさしくアルカイズムではあるが、さもなければ我々の文化の構成要素ではない、まだ周縁的で稀な現象であるのだ。我々の文化においては肉食的区議が基本的、支配的であり、最高度の産業テクノロジーに基づいて規制されている。同じことが言えるのは動物を使った生物学実験である。これは我々の近代性の死活にかかるほど重要なものだ。私が別のところで明らかにしようとしたように、肉食的区議は主体性の構造の本質をなす。主体性の構造の本質をなすとは、つまり思考的主体の基礎の本質をなしてもいるということであり、さらには掟定とまではいかなくても、少なくとも法権利の基礎の本質をなしているはいるということである。ただしこの場合、掟定と法権利との違い、正義と法権利との違い、正義と掟定との違いを説明としても、その先にはいつも深淵が口を開いて待ち構えている。私は今はそれに近づかない。同じく次の問題にも近づかない。その問題とはつまり、我々の文化や我々の法権利の基礎にある肉食的区議と、象徴的であるものもないものも含めた全ての食人との間にある親近性である。この食人こそが授乳、愛、物の中にある相互主観性や、実を言えば象徴や言語を使って我が物に遷都する全ての作用の中にある相互主観性の構造をなす。我々がまだ非常に漠然と動物と呼んでいるものに対する不正義、暴力、または不権について語りたいと思うならば、この問いはかつてないほど自主的なものになっている。したがって私は脱構築の名において肉食イコール断根ロゴス中心主義に対する一連の問いの相対をこの問いの中に加える。
西洋において正義にかなうもの、義の人と正義にかなわないもの、不義の人との思想を支配する。形状学的人間学中心効率、人間中心的功理系の全体を検討し直す必要がある。このまさに最初の一歩を踏み出した途端に、ある最初の結論が常に垣間見えている。すなわち人間的主体、特にそれにかなっており、そのパラダイムになっているのは、女性子供動物であるよりも成人男性である。を正義にかなうもの、義の人と、正義にかなわない不義の人との尺度として定着させる、諸々の分割を雑構築するからといって、それが人を不正義へと向かわせるとは限らないし、正義にかなうものと正義にかなわないものとの対立解消へと向かわせるとも限らない。多分それは正義に対してさらなる正義を求める悪なき要求の名において人を次のことへと向かわせるである。すなわち一つの歴史や文化が自己の持つ基準論 に踏み越えさせないようにしてきた様々な境界線の装置全体を再解釈することである。私が今はまだ表面だけを軽く考察するだけの仮説に元にして次のように言うことができる。世に脱構築と呼ばれているものは一部の人々が広めて得をするような混乱した見方からすれば、正義への倫理的、政治的、法的問いを前にして、正義にかなうものと正義にかなわないものとの対立を前にして、ニヒリズム同然の危険をすることを見せようとするということになるが、そんなことはない。それは私が以下のように図式化する二重の運動に相当するであろうと。1、記憶を前にしての限界のない責任、応答可能性、の感覚。限界がないのであるから、それは必然的に過剰であり、計算不可能である。そこから出てくる次のような使命、すなわち法、正義、掟、権利といった諸概念。そして、それらに自分を担わせ、それらに沈殿し、その時から程度の差はあれ、読み取りのできる状態や前提されているという状態に置かれ続ける価値、規範、指示。これらの歴史、起源、意味。したがってさまざまな限界を想起すべき使命。正義という名で一つならざる言語の中で、我々に依存されたものについて言えば、ある歴史的で解釈するのに適した記憶に対する使命が、脱構築の中心にある。それは文献学的、語源学的使命、あるいは歴史家の使命であるばかりでなく、ある遺産を前にしての責任応答可能性でもある。そしてその遺産は同時に一つの至上命令からなる遺産、または一束の禁止命令からなる遺産である。脱構築はこの正義に対する、正義による無限の要求によって既に担保されており、また逆にそれによって担保に取られている。この要求こそが私が少し前に述べた神秘的という様相を取り得るのである。正義に対して正当な態度を取る必要がある。正義に対すべき最初の正義とは正義の言い分を聞くこと。正義がどこからやってきて何を要求するのかを理解しようとすることである。正義がやってきて要求をなすのは、特技のもろもろの固有言語を通じてであることを心得ていなければならない。こうしたヨーロッパ固有言語の境界を他のさまざまな固有言語との関係で、これらの固有言語をもとにしてはっきりさせることも必要であろう。我々は後でこの点に立ち戻る。次のこともまた心得ておく必要がある。すなわち正義は不衛生を持つと主張するにもかかわらず、そう主張するがゆえにこそ、さまざまな特異性と他者の特異性と自分を送り届けるのだと。この点で一切譲らないこと、正義を取り巻く我々の概念的、理論的、批判的装置の起源、基礎、限界についての問いかけを絶えず喚起し続けること。これは厳密な脱構築の視点で見れば、正義の関心を創作することではないし、不正義に無感覚になることでもない。それどころかそれは正義に対するさらなる正義の要求の額を、誇張的なまでに競り上げることである。それはある種の本質的な不均衡への敏感さである。この敏感さは自分自身の中に過剰性と適合不能とを書き込むことになるであろう。これに促されることによって正義のある種の継承された規定を独断論的に固執する曇りのない良心の中に潜む理論的限界のみならず具体的不正義までもが最も強く感知しうる様々な形で暴き出される。2、この記憶を前にしての責任応答可能性は我々の行動、理論的実践的倫理政治的な決断の正義と等を得ることとを規制する責任の概念そのものを前にしての責任応答可能性である。この責任の概念は、それに関連する諸概念のネットワーク全体、所有、思考性、意識、自由意識、自己意識、主体、自我、人格、共同体、決断等々と不可分である。所有の状態、または優位を占める状態において捉えられたこのネットワークをなす諸概念を脱構築するということは、無責任にすることに見えるかもしれない。
逆にそう見える、まさしくその瞬間に脱構築を訴えているのは 上乗せされた責任なのである。ある公理への信奉が脱構築によって宙づりにされる瞬間の中にあって、この構造的に見て避けがたい瞬間の中にあって、人は次のように考えるかもしれない。もはや正義が働く余地はない。正義そのものが働く余地もなければ、正義に関する数々の問題に目を向ける理論的関心が働く余地もないと。これが宙づりエポケの時間であり、実のところこの時間なしには脱構築はありえない。それはただの瞬間ではない。その可能性はおよそ責任応答可能性を渡さんとするときにはいつも構造的に現存するのでなければならない。そうでないとその責任応答可能性は独断目の眠りに落ちてしまうし、自分が自分であることを否認することになる。この瞬間は自分自身を超えて溢れ出る。それは一層苦悶をかき立てるものになる。苦悶を節約することによって正義にかなっているように見せようとする者が誰かいるだろうか。苦悶をかき立てるこの宙づりの瞬間はまた、法的政治的な変革や革命が起こる空白の間を開く。この瞬間を動機づけし、己の運動と躍動、それ自体を宙づりにすることのできない躍動とを発見させることができるのは、正義の上乗せ欲求または代表欲求のみであり、したがって不定記号の計算や計算不可能な不均衡の経験のみである。締めくくりに言えば、脱構築に己の力や運動や動機づけを発見させるのは、この常に満たされることのない訴えかけを置いて他にないであろうからだ。この訴えかけは様々な特定の文脈のもとで正義や正義の可能性と名付けられるものが持つ、様々な特定の規定の上を行く訴えかけなのである。この不均衡を解釈する必要がある。私が今日脱構築と呼んでいるもの以上に正義にかなうものを知らないというとすれば、それ以上に正義にかなうものを知らないと私は言っているのであり、それ以上に合法的なもの、またはそれ以上に正当なものとは言っていない。必ずや驚きやショックを与えることになるのは承知している。それも前期の脱構築、またはこの名のもとで自らが思い描くものに敵対する特定の人々ばかりでなく、脱構築派、あるいは脱構築の実践者として通っている人々や、自分はそうだと思っている人々にさえショックを与えるだろう。だから私はそうは言わない。この形式をとって直接的にものを言うことはせず、回り道をして予防線を張ることにする。よく知られているように、数多くの国々において、過去にもまた今日にもなお、掟を基礎づけ、あるいは国家的法、権利の強制付与を基礎づける、さまざまな暴力の一つになっているのは、国家による再編成を受ける少数国民または民族に一つの言語を強制することである。フランスでは少なくとも二度起こった。最初はビレール・コットである法令が、王政国家の統一を強化するためにフランス語を法的・行政的言語として強制し、かつ次のことを禁止したとき、すなわちラテン語、法、権利または教会の言語のおかげで、王国のすべての住民が一つの共通の言語のもとで、通訳弁護人によって代理され、今の特殊な言語であってフランス語を強制されずに済んでいたのを、それは禁止したのである。ラテン語はすでに一つの暴力の担い手であったのは事実である。ラテン語からフランス語への移行が表すのは、ある暴力から別の暴力への推移があったことだけである。強制が行われる2番目の大きなきっかけになったのはフランス革命だった。その時の言語統一は最も抑圧的な、最も権威主義的な方向へと教育方法を展開させたこともたびたびあった。これらの事例からなる歴史に深入りするつもりはない。別の事例をアメリカ合衆国から昨日も今日も取り出すことができるであろう。言語問題はなお深刻であり、今後も長く深刻であり続けるだろう。深刻化するのはまさしく政治への問いと教育への問いと法権利への問いとを分かすことのできない場所においてである。今やまっすぐに歴史的記憶を持ち出して回り道することはやめて、アポリアに関わる形式的抽象的言明の方へ向かうことにしよう。法権利と正義との間にある脱構築はこれらのアポリアの中に自分にかなった場所を、自分に特権的な非定住の状態を見出すのである。脱構築は2つのスタイルによって実行されるが、その一方を用いるときにはもう一方もそれにつなぎ合わせて用いることがほとんどである。一方は論調的な非歴史的に見える生き方をとって、論理的形式的パラドックスに立ち向かう。もう一方はそれよりも歴史的まずは早期的であり、テキスト読解、綿密な解釈、系譜学によって進行するように思われる。この2つの作業に順々に取り組むのをお許しいただきたい。まず私は直接に以下のアポリアの言明をなす。実際にあるのはアポリアを含むただ一つの潜在力であり、それが無限に自分を振りまくのである。私が取り上げるのは数事例である。
これらの事例のあるものは正義と法、権利との間に区別があるのを当然としているし、別のものはこの区別をはっきり示してくれたり、区別を立てさせたりしてくれる。なすのが困難である上に不安定なこの区別付けは、以下の2つのものは勝つ。片や正義、これは無限であり、計算不可能なものであり、規則に反抗し、対称性とは無縁であり、不均質であり、異なる方向性を持ったものである。片や法権利として、あるいは正当性や合法性としてなされる。正義の行使。安定させて動くことのできる規約にかなった計算可能な装置として。規則正しく整えられて高度化された諸々の指示の体系としてなされる正義の行使。私もある程度までなら次のような気になるかもしれない。正義の概念。私がここで法権利から区別することを目指しているような、を、レビナスの正義の概念に近づけてみたいと。私がそうするのは、一つにはまさしく今言った無限性のためであり、また一つには、他なる人との他律的な関係のためである。他なる人との関係とはつまり、顔との関係である。この顔は私に命令し、私はそれの無限性をテーマとして立てることができず、私はそれの人質なのである。全体性と無限の中でレビナスは次のように書いている。他なる人との関係、すなわち正義。この正義を彼は別のところでまっすぐに顔を迎え入れることと定義する。まっすぐであることを法権利に帰着させることはできないし、我々が少し前から口に出した宛先や方向づけに帰着させることもできない。この二つの価値は関係がないわけではない。それらがある特定に歪んでいないことを相手に持ち続ける共通の関係があるのだ。レビナスは一つの無限の法権利について語る。彼がユダヤ人的人間主義というものをもとにして、その基礎をなすのは人間の概念ではなく他なる人である。他なる人の法権利の広がりは、実際の面では無限な一つの法権利の広がりである。公平とはこの場合には平等とか、計算された比例とか、公平な分配とか配分的正義のことではなく、絶対非対称のことである。レビナスの正義の観念は、我々が翻訳するにあたって多分、聖者性の訳語を当てるものに相当するヘブライ語表現に近いだろう。私はこの難解なレビナスの原則について、これとは別の問いをいくつか持っているので、彼から概念的特徴付きを一つ借用しただけでも、取り違いや類推を招く恐れが出てくるだろう。この方向はこれ以上進まないことにする。正義と法権利とのこの区別が区別の名に値するものであり、機能の仕方を絶えず論理的に規制したり支配することのできる対立であるのならば、その一切がまだ単純であるだろう。しかし次のことがわかる。すなわち一方では法権利は、あくまでも正義の名において自分を押し及ぼすのだと主張するし、他方では正義としても、実行に移さんでもならない何らかの法権利の中に身を落ち着かせなければならない。この法権利は実行に移されねばならない。構成され適用されねばならない。力によってそれは執行され、力を荒らしめられねばならない。脱構築は常に両者の間にあり、両者の間を行き来する。それではアポリアの例をいくつか以下に挙げてみよう。